寄った方が、はいはい、さあ始まってますかね、どうかな、始まりました OBS ライブ。今日もですね、生放送で夜の8時からこちらのスタジオでお送りしております。今日はですね、今年初めての放送になりますね。もう明けましておめでとうございます。もうだいぶ遅いですけども、今日はね、また今年もですね、張り切って放送ね、続けていきたいと思いますので、最後までね、よろしくお願いします。そしてまずはね、スタジオに来てくださっているゲストを紹介したいと思います。さあ、今日来てくださっているゲストは佐野伝次さんです。どうすごい、この昨日のね、実はね、今日のね、朝8時半ぐらいまで飲んでたんですよね、昨日イベントがありました、ね、昨日やってましたね、夜中まで。楽しいイベントがあって、楽しすぎてちょっと飲みすぎちゃって、ね、昨日もユーストリームで、今日もユーストリーム、もう皆さんあれですよ、もう歌舞伎町は朝6時から全然飲めますからね、普通にね、普通に居酒屋さんで普通に人が飲んでるっていう、ね、いきなりこれ居酒屋トークになってますよ、これすごい。居酒屋でね、あのこうなんか流れてるテレビ見たらね、6時半って書いてあって、なんか夕方なのか、6時半から夕方感覚で飲んでましたよね。6時半から飲み始めてるっていう、超楽しかったです、まあ、そこも含めて、まあ、12時から夜中の12時からのイベントだったんですけど、ね、今日 もうここに酒が用意されてますから ね、イエビスということでね、いただきながら、僕だけいただきながらね、もうちょっと酒も抜けたんでね、いつもとはだいぶね、こう趣が違いますけど、最後まで、ね、もうぜひぜひ見ていってくださいね。もうね、よろしくお願いします。後ろはすごいですね、もう流れちゃってね、いやいや、佐野さんももうようこそお越しいただきました、このオーディオスライブ、ね、ありがとうございます。もう、ね、前からね、呼びたいと思ってましたけども、ね、いよいよ今日来てもらいましたからね、はい、最後までこういろいろ、はい、他の番組で知ってる人もいると思いますけどもね、ここでもでいろいろそうですね、お話期待してるんでね、今日だけ、今日しかお伝えしない秘密情報ね、最後までぜひね、皆さん見てくださいね。今日はね、もういろいろ盛りだくさんのコーナーでね、 お届けします、はい、で最初はですね、前回大好評だった、うん、FM 音源ドライバーズサミット1のね、続き後編ということでですね、前回小城雄三さん、崎本仁さん、うんうん、そして上玉さんというこの3人がですね、はい、うん、FM 音源ドライバーについて語るというですね、いやー、濃い内容、対談コーナーがあったんですけど、はいはい、今回はそれの後編ということでね、今回で完結しますから、これはぜひともね、皆さん楽しみにしてもらいたいと思います、ね、第3週第4週ってありまして、まず第3週番組の前半でやって、はい、後半でもまたやりますからね、はいはいはい、最後までお楽しみにしていただきたいと思います。今パネルが来ましたけど、第3週が、ね、始まりますけど、ということでそろそろもうね、ビデオ来ちゃいますん ですか、はい、じゃあビデオの Q 振ってもらえますか。ビデオ性の Q シーケンサーソフトを立ち上げるみたいなのと同じような感じ で自分は自作で作って動かして作るみたいな、何にもなかったから、うん、全て作らなきゃいけなかった、うん、そこがちょっと今とだいぶ違うところで、その代わりそれぞれの人が作ったものに特色があって、特徴みたいなのが出て、まあなんか出来上がるものに個性が出るっていうことなのかなって思う。87年8月22日ってもう、ああそうそうそう、これバリアント7、あこの辺は多分作りかけてやめちゃってるでもこれ全然なんか発表あまりこう知られてない曲で、アーリーコレクションとかにも入ってない、入ってない、いやこれは出せないだろうと思い出して、出せないも言われたらね、これなんだっけ、やばいやつじゃない、違う、これね、ミュージックラルフに入ってるサンプル曲、あ、そうなんだ作ったんだよね、作りましたよね、もう忘れちゃいました自分で曲であることはもう間違いないそうねこれボスコニアン、68のボスコニアンはまだこの頃じゃない、この
多分同時期だけど、あれは68で直接作ってる。あれはこのミューコムではない、はい、うんうん、25日でしたよ。あれは25日。このね、多分途中でやめると思う。これレア音源ですよ。あー、なんかバージョン違いじゃないけど、これ何回フェードアウトするの、何だっけ。あー、終わっちゃった。だいたいね、自分で聞いて終わりそうなのが分かる。これ多分途中で投げるなって。星野ちゃんがこのミューコムを作るきっかけみたいなのは何かあったの？ね、まずね、ファーコムにいた時に、うん、その神玉ドライバーと同等のものをまず作ろうと、作らない、作らないといけないと、まずいと、まずいと、ね、当時最先端のドライバー、最先端って出したので、はいはい、あれと同じ機能のものが、ね、実装されてないと、もう曲作れない必要じゃないですけど、うん、まあ、そんなようなノリでお願いしますと言ったら、うん、そしたらあれどっちが先だったかな、多分橋本さんも木屋さんも両方作ってたんですよね、うん、ドライバーなんてこうかな。でなんか橋本さんがあっという間に作って、さすがそうなんです、いいっすの。それは神玉のドライバーを参考にして作って、参考にして作って、同じのをじゃあ作るよ、コマンド表を作って、うん、でコマンド表を渡して、うん、でこんなコマンド実装してくださいって言って作ったのが最初なんです。だからその間に実はまた全然違うものが存在するんですよ、ミューコムができる前。で自分もだからその後に、じゃあでもそれで作ってんだったらそれ使えばいいんじゃない。いやだからそれファルコムだから使うわけにいかないから、わだから自分で一から作らないとなと思って作り始めて、うん、でまあその時ね、まあ、橋本さんとか木屋さんとかアドバイスを聞きながらプログラムを作ってって、でできたのがミューコム。なるほど、ね、途中であのサウンドボード作ってきた。そうそう、それにいち早く対応して、それがあのスキームに使われてた。ああ、そう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 。そう、FM3 つと PSG3 つしかなかったで、ね、6で、アーケードってね、もう当時、うん、YM251 っていったら8音も、ね、8音が出るやつが主流だったから、うん、やっぱりその、なんていうの、やっぱしょぼいじゃないですか、ね、比較しちゃうと、はいはい、ああいう分厚い音が出したいと思ってるところで、うん、サウンドボード2っていう拡張音源キットそう、NEC からこうここにブスって刺すだけで音がすごい豪華になるっていう、一気に倍にFM が6音持てるようになる、うん、で、もうそれはもうこれは絶対使いたいなと思って、はい、で当然対応しているドライバーなんかないね、世の中に。そうなんですよ、うん、じゃあなんでボード出せたらいいですか。あれなん、あのボード出した時ってなんか多分 CMD プレイで対応してたんじゃないかなと思うんだけど、かな、そうそう、してる、一応ロムにはあるんだ、だけどね、もともとが重くて、そうね、ベーシックでベーシックもう音楽鳴らすの至難の技だったので、そのドライバーを作りながら曲を作ってって溜まってったのがスキーム。そう、最初は別にスキーム用に作ってたわけじゃなくて、て思いのままにこの曲を作ってて、自分の好きなね、当時ハマってた曲にちょっとなんか似てるようなフレーズのやつを、うん、そう、でこう流行ってたオーケストラヒットとかをとりあえずそれで入れて、そうなんですよ、そうなんです。そうそうそう、だから曲作りイコールドライバー作りね、そうね、昔はそうだった、そういうのがあったんで、うん、ドライバーを作ってると音色もできるし、そのそうそうそう、テスト用の曲がいつの間にか増えてくっていう、うん、でなんかこうその中からノリのいいやつをゲームに適当に当ててみると、そう、これも合ってるじゃんっていうノリでね、昔はそうやってたんで、うん、だからこうゲーム今の感覚で見ると
ゲームに全然合ってないような感じでも、うん、なんかね、当時はそのグッとか感じが良かったね。まあ、スキンは途中であれに合わせて作った曲も何曲か、まあ、そう確かあったと思うね。ゲームに合わせて、うん、あのドライバーをちょっといじくると、うん、あの音色っていうかこう曲の締まりが変わっちゃうんです。曲の締まり、うん、だから締まり、なんていうのかな、変音源のチップにメールを送って、うん、でその次にメールを送るっていうタイミングをほんのちょっとずらすだけで、うん、丸くし変わっちゃう雰囲気が。ドンピシャでいかなくなるっていう。そんなことはあるの？普通に聞こえるんだけど、うん、あのチャンネル数を増やしていくと、それが重いからちょっとずれて、うん、一瞬だけなんかおかしい音、それをなんか補正していくのがもう耳がいい人じゃないといけなくて。補正なんかしてたんですか？ドライバーの方を変えてくるから。僕もそれ指摘されたことがあって、その発音タイミングがやっぱ微妙に変わっちゃってるじゃないですか、うん、そんなの分かるわけないと思うんですけど、岩田さんとかが音が変わったとか言って、さすがケーブル、ケーブル自作する人はすごいな。それ聞いてこっちも切れるみたいな。へえ。小白ちゃんはなんかそういうとこでこうすごいテクがミューコムで使ってましたっていうのを。ミューコムで使ってた、そこまではでも特に大きな進化はなくて、はいはいはい、音色はかなりでもこだわってましたね。ああ、なるほど、うん、あのパーカッションの音とかドラムの音とかね、ドラムの、うん、なんていうんですかね、コンガとか、うんうん、あの系の音、ベアナックルとかすごかったよね。コンガの音とか結構入れてたと思うんですけど、うん、その辺の音色はだから結構系統していろいろ作ってましたよね、うん、あとあのなんですか、あれってなんかスイングみたいな、あれってなんかドライバーが特殊なことをしてたわけではない。あれはもう完全に音色で、音色一発。ああなるほどね。なんか思い出しましたよ、あのドライバーに波形メモリーの機能があって、要はその波形のデータを、うん、まあただあの受録信で書いておくだけなんですけど、それがピッチとかボリュームとかにそのまま使えたんですよ、あの音源は何でも関係なくそのコマンドを指定すると、エンベロも作っちゃうと。そう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 、あそのあの実例とかはたくさんある。え、そんなのあった？だからあのソフトウェア LF4 みたいな。そう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 。それが音量がその時間で変わる。だから要は波形を何に適用させるかってそういう命令体系じゃない。そうそうそう。それがだからピッチとボリュームと両方できて、あのほら昔1チャンネルとかで一生懸命エコーさせたりとかしませんでした。はいはいはい。ああいうのがそのコマンドでできたりとか。あ、それは入れた、うん、今思い出した、今思い出した。あのね、リバーブコマンドっていうのを作った。あったあったあった、なんかあの自動的になんかこう、そう余韻が入る、余韻が残るみたいな、うん、そうそうそう、あったあったわ。次の音までにボリュームを下げて、で別の音を鳴らして、そうそうそうっていう、でそれにまた神田が対応してくるんだよね。すごいね。すごいなと思って。あったあったあった、だんだん思い出してたから。ああ、だからやっぱ昔はその音数が少ないから、この1音でどれだけこう、うん、熱い音に聞こえるかっていうのが結構あったよね、うん、これドラムを鳴らしてさらにすぐ音色取り替えて別な FM のこうメロディーに変えてみたいなものとか、うん、ベースに変えてとか、この一つ作っちゃうともう3ちゃん取られちゃうから。そう、だからもういかにこう熱くするかって。うん、神玉から見てこう何かこれは良かったとか、他の何かドライバーを見て参考にしたものとか。うーん、確かにあの頃スクエアが作ってたドライバーがあるのよ。これには何かあの PCM のエンブローム、あの PSG のエンブロームがあるじゃないですか、うん、あの部分はね、あれ参考にさせてもらった、うん、あとはもうじゃあ大体その内蔵のこのベーシックのやつの文法とかを参考にしたと。うん、それもあるし、あの前作っててこういうのが欲しいとか曲を書いてくれる人がたくさんいるんで、うん、だからもうその辺はもうバージョンアップして あれが欲しいだとか、最初はリクエストしてた確か、うん、神田こんなのでお願いしますとかっつって言ってたような気がする。へえ、今は一見思い出したんですけど、FM 音源ってなんかアクセスするときにウェイトがありましたよね。あります。そうそうそう、ちょっと置いてからこっちに書き込まなきゃダメみたいな、うん、それであの昔のって多分4メガだったんじゃないでしたっけ。4メガ、4メガです、うん、はい、これで8メガのやつが出てきて、そのベルトを多分あのロップとかで取ってたんですよ。さすが、そんなことまでもうすでにやってたんです、うん、それで8メガになってそれが
倍になって、うん、長くなっちゃって、うんうん、で全部直さなきゃいけなくなったから思い出します。そんなかっちり ギリギリまでやってたんですね。いやだから逆にあんまり考えてなかったんじゃないですかね。それもなんかその手順で、うん、あのもっとうまくやれたんじゃないかと思うんですけど、なんかフラグかなんか見えなかったっけ。なんかフラグがある、ね、一応あるんだけど、で立つまで待機っていうようなプログラムにしてたんですよ。あ、そうそう、うん、本当はそれやらなきゃいけないんですよね、うん、それノップで、すげえすげえもう速度優先ですよ、それできるだけそれを後回しにして、まあ時間他の計算やってる間にそこで次の書き込むような感じにしたいとか、それでね破綻してまたなじられたんですもしかしたらリポーターが4メガでしか動かないのはそういう、あれは僕のせいじゃないです。あ、そうなんですあれは他の何かがあったんで、僕のせいじゃないです開けましたね。開けました。おめでとうございます。ということで今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしく。おいしんぼ。発表されましたよ。プレイステーションポータブル。え、あの日の発表って前から、うん、PSP 出すよって言ってたの、それとも何かを発表するよであの日だったの。分かんないけど、なんとなく発表したいことがあるんだよね、僕たち来て。つまり一応サプライズのつもりで、うん、組んでたんだ、はい、そうです、うん、来ましたよ、ゲーム業界激震のニューハードが。激震するほどニューハード。はい、なんだかこう急にさっぱりした。これはあれですよ、あくまでもせんちゃんの個人的な意見ですからね。そうそう、私思うのはですね、あれ携帯電話にした方が良かったんじゃないかと。え、何そんななの。そう、つまりソニーは iPhone と戦わなきゃいけないのに、うん、ゲーム機として出してしまった。これはですね、僕はあれと同じだと思うんです、うん、構図が。その昔、任天堂はゲーム機を作っていた、スーパーファミコン、うんうん、で PS 初代の PS1 が出た時にですね、うん、DVD も見れますよ、あーなんかゲームもできますよ、音楽も聴けちゃう、いろんなその、ね、新しいメディアも取り込んで、そのエンターテインメントの中心として使いたいというふうに出したわけです、うんうん、その時に任天堂はあくまでもうちはゲーム機で、その結果どうなったか皆さんお分かりですね。スーパーファミコンの次 N64 はですね負け、そして PSP プレイステーション1がですね覇権を取ったわけです。っていうか何そんなにこう不思議なマシンハードなの。いやいや、すごくいいハードだと思います。いいハードだけれど、その任天堂が昔自分のフィールドがその非常に勝ってると、だからそのビジネスモデルを変えなかったがゆえに、変えて新しく参入してきたプレイステーションというものにその取って代わられたっていう構図と同じことが、今度は拡張して電話にするみたいなのはできなさそうな。3G の回線が入ってるんですけど、あくまでもゲーム機として売ると。うーん、どうなる PSP。 でもメイドインジャパンとしてですね、ここでちょっと踏ん張っていただきたいと思うので、頑張れ PSP2 なのか、まだね名称がよく分かんないけど、まだ名前、ネクストジェネレーション PSP、 そんな名前で発表したんだ。 NGP って出てましたよ。NGP のですね発展をセンチャーとしては願っております。クイクイ頑張れ頑張れ。はい、戻ってきましたよスタジオの方に。さあ見てもらいました、 FM 音源ドライバーズサミット、佐野さん的にはちょっと FM 音源でゲームの曲を作ってた頃とはちょっとずれてる、はい、僕はね作ってないんですよね。僕が入った頃はもう FM 音源からもう PCM にそう移行してる、まあ、例えばですけど、まあ、某、はい、
某業務用の基板なんかは、某 FM 音源が取り外されて PCM だけみたいなね。あ、そうなんだ。そんな時代もあったんですよ。あの FM のチップ高かったんで。そうなんだ。そうなんですよね。だから FM 音源、はい、僕全然やってないんで。佐野さんから見たらどうなんですかね、その FM 音源で曲作ってた時代とか、そういう人たち見て。もう怖い怖い怖いでしょ。あんなね、大体ね、崎本さんなんかもうその何、普通にもう曲書いて有名なのに、あんなドライバーの話とかしちゃってるから、だからね、あの若い、ね、人が育てなくなっちゃうんですよ。もうだから、うわ、やべえってなっちゃう。なあ、この人曲も書けばそういう技術的な話もできるなんてなっちゃうと、いやいや俺やばいわ、やっぱゲーム作れないかもってなっちゃうでしょ。だからよくないですよ曲作りが、ね、ドライバー作りなんかそう全部できなきゃいけないみたいになっちゃうじゃないですか、ね、でもそんなことないです。僕がねこうやって、まあ、のここで喋れてるってことはそういう道もありますから皆さんね、ぜひあの芸能音楽業界お越しくださいそういう話じゃないですか。そういう話だったんだ。でも FM はね、そうですよね、鬱陶しくてね、あ、FM、そういうものいやだから僕全然できなかったから FM が。でも僕が入った頃っていうのは FM 音源ね、そんな触りもしないくせに芸能音楽語らないでくれないみたいなね。あ、やっぱそういうなんかこう喋らないでくれないみたいな温度差が、そうなの、そんなこと言われてもなんかないんだけどその仕事がみたいなね。でも本当本当ダメでしたね。あ、全然入社する前も使ってなかったんですよ。いやだって DX7 で、もうあのうわダメだって思って、ダメだって、びっくりしましたよね。そうだ、そうです、そうです。だからあのなんかそういうなんか何、まあ、当時だとマイコン、マイコンで あ、ね、FM 音源をこうドライブするの、そのそこは僕ね通過してないんですよ。ああ、そうなんだ。だからね、もうものすごいこうなんでしょう、トラウマ、トラウマになるほど、だからなんか FM 音源って言われてなんかビック、ちょっと あすいませんってなっちゃう。今の今の映像の話、別にそんなに FM 音源を激しく音楽の世界では使ってるかどうか分かんないですけど、ゲームの世界は割とまあみんな使ってたから、でもそれを全然知らずに僕入ってきちゃったんですよね。ああ、なるほどね、あーしてます、してます、 FM 音源ね、 DX7 ですよねって言われてシーンみたいな合ってるんだけどシーンみたいなありますよねえ、それだけみたいなそういう感じです。そういうことか、ね、そういう佐野さんのねお話もこれからまたね、この後ゲストコーナーでいろいろ聞いていきたいと思いますからね、まあ、身にならない話をね、ぜひお送りします。はい、ね、この FM 音源ドライバーズサミット、この第4週もこの番組後半でまた引き続きねお届けしますんで、ね、これはまたディープな話、もう何書いてるか分かんないですもん、僕見たってこれね。ねえ、いやいやいや、ミューコムって何ですか、なんかこれミューコムってね、ミューコムって言うんですか、そう、小城さんが作ったね、音源ドライバー、ツールがミューコムって言うんですか、そう、ツールがあるんで、小城さんもね、だから曲と技術と両方やるのやめてください本当にね。あ、でもやっちゃったからしょうがないですよ、やれちゃったからね。そうですね、それで MML ですね。そう、いい話が続くじゃないですか、そういうのね、あのプレゼントコーナーもまたあるんでね、楽しみにしてもらいたいと思います。それは楽しみな、そうです、はい、そしてここでですね、はい、あのこのさっきのビデオにも出ていたですね、崎本さん、崎本仁さんの、はい、ベシスケープから出るね新譜の情報をここでね お届けしようと思うんですけども、さあこちらおさあ、映ってるかな、戦場のバルキリア3オリジナルサウンドトラックでございます、ね、これあの PSP 版がね出るっていうことで、こちらがジャケットになりますけども、はい、なんか画像調整したりしてますけども、発売日が2月23日、まあ、大体あと1ヶ月後ぐらいですかね。そうですね、それぐらいに出るのでね、こちらも崎本さんファンには、ね、CD2 枚組37曲またいっぱい作ってるんですよね。書きますね、はい、素晴らしい。なるほどなるほど。そしてもう一つ、はい、ね、前回もお知らせしたこのオプナオリジナルサウンドトラック、海外からも出してくれの声が、そうです、これもう崎本さん入魂の一作ということで、全62曲というですねすごい量の曲が入っている、こちらのおなじみのこのオプナ、はい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 、いいじゃないですか、ね、62曲すごいですね、はい、こちらの、アルバムもね今好評発売中ということで、ね、ジャケットも可愛い感じ で、しかもデジパックでね、いいじゃないですかね、うん、そうなんですよね、はい、ということでね、こちらの方もね皆さん、うん、あ、はいはい、ちょっとね今俺のせいでだいぶ宣伝が押しすぎ、あ、暗く明るくまだ暗いかななってしまいましたけども、はい、この後はですね再びまたビデオコーナーに行きますけども、うん、せんちゃんの美味しいもの聞こうというですね、見たい
この時間そろそろね、美味しいもの大好きです。お腹が空いてきた頃だと思うんですけど、かなりなグルメと聞いてますよ。そうなんですよ。このせんちゃんが、世界中のレストランに行って美味しいものを食べる。世界中の情報が今、はい、ということで、はい、美味しいもの聞こうのビデオいけるかな、うん、それじゃあビデオどうぞ。どう、はい、皆さんこんにちはということでですね、今せんちゃんは、イタリアはですねローマに来てるんです。そしてローマといえばそうカフェですよ、カフェで、ここはですね、スペイン広場のすぐそばにあるカフェグレコさんに来てます。創業が1700年からというですね超老舗のカフェ屋さんですよ。ということで今ねこちらね朝10時ぐらいなんですけれど、まあ、あまりねレストランとかこの時間帯やってないので、まあ、カフェに入って早速その実力を、試してみたいと思います。さてまずここへこの、ね、カフェラテを頼みましたよ。飲んでみたいと思います。おお、ミルクたっぷり美味しい。これなんかね日本とミルク、これ豆が違うんだね。豆のねなんかローストの仕方がねなんか日本とやっぱりちょっと違って、結構ねあのロースティー結構香ばしい香りが結構ふわっとしますね。これ美味しいです。そしてこれねパニーニ、これは、生ハムと、クリームチーズが挟まったやつ。これをねちゃんとローストしてくれるのね嬉しいですよね。いただきます。あの、うんうんうん、この生ハムねめちゃくちゃ美味しい。どうしましょう、これなんか日本で食べる生ハムよりも全然美味しいよこれ。何これ、さすが老舗ってこと、それともこれがイタリアの標準ってことなのかな。おすすめです。さらにこっちね、これねこれは普通のねハムに、チーズのねサンドイッチも買ってみたんで、ここも食べてみたいと思いますよ。ハム、ハム、うんうんうん、これもねすごいおすすめです。もうチーズが日本のチーズと全然違うのね、もうねなんて言うんでしょうね、味が割とこう朝食にいいのかな、これ、ね、割とチーズの味がさっぱりしててすごくね軽く食べられる感じですね。このパンも美味しいですしチーズも良くて、ああ素晴らしくレベルが高いです。なんかこうふらりと入ってみましたけど、さすが老舗という感じがしましたね。ということでこのねカフェグレコさん、スペイン広場から歩いて 2,3 分のところにある、とてもねグッティーな雰囲気、もうここを見るだけでもいい感じですし、歩いてるこの球児さんはすごいもうバトラーって感じですからね。このお店とてもね、落ち着いて、カフェ文化を堪能することができると思います。ということで皆さん、イタリアにここローマに来た時にはぜひお立ち寄りくださいということで、せんちゃんの美味しいものレポートもどんどん送っていきますので皆さん楽しみにしていてくださいね。それではまた、さようなら。いやー美味しいな。リアルプレイヤーって知ってる？リアルプレイヤーってまあ、あの定番というか、はい、結構メジャーなあれさ、インストールするときになんかリアルメディアだかなんとかからのメールを受け取りますかみたいな、リアルプレイヤーなんて俺もうここ10年ぐらい使ってない。まあエンコーダーとしてなんか俺インストールしたときがあって、うん、その今使う人いるの？なんかアプリかなんかで勝手に入れられたのかな、なんかそれでなんかメールアドレスにものすごいメールが来るんだけど、
そこから来るメールがさ、ものすごいなんかね、スパムみたいなのタイトルがさ、どんな感じなんですか。映画エロス暴力死の衝撃の作品清掃美麗ボディの女神が降りて、これ普通の会社が送ってくるメールじゃないでしょっていう。そうね、どちらかというとあのどう考えたってエロ系のスパムがたださ、あの出してるのが一応リアルメディアの会社だから、うんうんうん、こう Google メール、 G メールとかも別にこう、うん、スパムじゃないって判断で来るんだけど、うん、あれね、もう正直スパムもういつも読まずにもうリアルメディアだけ別フォルダに移して即全部消すにしてるぐらい。それだと別に迷惑メールに登録してくれる。本当そう思うわ。あのさ、うん、リアルメディアの人はちょっとメールの作り方考え直して、おかしいってこのメールタイトルどれも。いや、あの今リアルメディア使ってる人がいないんじゃない。まあそうね、確かに、はい、だってこれ見てる人で使ってる人いないんじゃない。いやいやいや、まあ機会はしなくても昔登録しちゃって、はい、いつまでもそのイヤスパムが、そんなスパムばっかり来るからみんながどんどん離れるんだよ、はい、あとね、圧縮率も、はい、あと映像の画質も、うん、もうちょっとこう努力した方がいいんじゃないかな。さあスタジオに戻ってきましたよ。本当に言ってるとは思いませんでした。あの世界中に行って冗談かと思ったらあれ本当に言ってないですね。で坂本さん、ああなんかねすごいよく見てる人がいます。裏番組じゃないですか。いいんですかそういうことで。ちょうど今裏番組で坂本さんのねノイズだやつらやってるところですからね、あのぜひ両方見てくださいこれブラウザを2つ開いて両方同時に、ね、しかもこのノイジクロークの CM まで今回から、ねね、入るようになりましたから、すごいですよ、もう素晴らしいですよ、そんなね、うん、そんなこの番組 どれだけいい気になってるのかっていうこの番組ですけども、うん、おつまみが来ました、うん、そしてちょっと本当ありがとう、ね、このグルメコーナーの後にはもうおつまみということで、こちらのもうこちらのスタジオはですね、もう美味しいものが次々と出てきますからね。せんちゃんがもういろんなところ回ってきて、もう僕もかなりな赤ら顔でねよかった、赤い色で抜けなくてよかったねここで黒巻きが赤じゃなくてよかったっていうね。さあこの調子に乗ってきたあの佐野さんとともに、はい、ゲストコーナーを始めたと思います。どうもありがとうございます、ね、まずはこの佐野さんね、どんな方かもう散々こういろんなところで出てますから知ってると思うんですけどもね、プロフィールをね簡単にこう紹介していきたいと思うんですけども、うん、簡単に言いますと、はい、ゲーム音楽をいろいろ作ってきた、はい、もうベテラン中のベテランという、でさっきもちらっとこう、ね、ゲームのアンケートもね、はい、ゲームやってもらっていましたけど、もうかれこれ何年ぐらい、何なんでしょう、もう20年近くですか。でも20年いってないのかな、まだね、92年ですかね、あ1992年。そうですね、そういう佐野さんいろんな番組でねこう出てきてお話は聞きますけども、はいはい、佐野さん自身のこう曲作った曲の話とかね、細かいところとかってこう、結構あのしないで他のことをしてしまうことが多いので、ね、あの意外に照れくさいみたいなね、あれ、うん、あの今回はもう一人突っ込むの大好きなんですけどね、なるほどね、いう感じです、ね、でも今日はもうあえて自分のことをっていうね、まあ、ゲストで、ね、ゲストですから今日は、抜けてる、うん、今日は佐野さんの作った曲の中でベスト3をちょっとここでね聞いてみたいなというふうに、僕が、そうです、手がけた曲、手がけたという、ね、曲の中、ベスト3ということで、いや恥ずかしい、ね、ちょっとそれを早速聞いてみましょう、ね、はい、ゲルチクチュン、チクチュン、ものすごい抜け方、はい、スキル知ってますかね、これね、ドラッグオンドラグーンというゲームありましてですね、まあ、それの中の、PS2、まあ、そうですね、PS2 の、はい、まあ、マルチエンディングだったり、そのうちの一つの、これまた渋い曲、まあ、これはね、なんでしょうね、まあ、この曲にも限らず、ドラッグオンドラグーンの曲って、今聞いたらなんかこれ、いや俺本当に病んでたなというかですねそれはそういうでも、だから今なんか一言ちょっと放送禁止用語的なことを言いそうになるぐらいな精神状態で作ってたんだなっていうのが今聞いてもすごいなと、そういう意味ですごいな、そういうオファーが来てたってことですね、あのゲーム自体がちょっと病んでた、うん、そうですね、まあ割とこうシリアスな、うん、そうで、どんどんこう、まあ、まあ、なんでしょうね、どこが、これは別に普通に言っちゃっていいのかな、もう全然大丈夫です、狂気
に満ちた、どんどんそう狂気感が増してくるですね、いうゲームだったんで、まあ、曲の方もそういうのがいいのかなと、まあ、思いつつも、まあまあなんでしょう、これもう10年ぐらい経つんですかね、 このドラゴンドラゴン ね、 そうですね、もう結構経ちますよね、うん、まあまあ一種若気の至り的なね、自分やり手がやるんだみたいな。サントラとかは、はい、今出てるんですか。今は今現在出てないんですけど、なんかちょっと噂によると再発するとい う、 こうお話を聞きましてですね、逆に心配です。いや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 、それ楽しみ、あの曲調大丈夫かなっていうね。いやいや、改めて貴重な、ね、うん、音源がもう一度また出てもらいたいと思います。いやでもこれはそうですね、ちょっとまあまあな、作ってるベスト3、そうですね、まあ、思い出深い、それが第3位ということで、はい、うん、ね、第2位は何かな。チクチェン、僕らの車、はいはい、これはっていうね、これはですね、まあまあこちらのですね、すいません宣伝ばかりになってしまって、ね、これアルバムですね、私、このブライトネスとい う、 こう、アルバムをね作ったんですけれども、こちらのですね一番最後の曲が、まあ、タイトル的にアワーカーっていう風になってるんですけど、まあ、僕らの車はというですね、まあ、日本語の曲で、まあ、恥ずかしいんで僕ボコーダで歌ったんですけど、曲自体はですね前僕が手掛けた、コルグ DS10 という、まあ、ソフトで全て作られているという曲で、オープンカーに乗って遊びに行こうという、はいはいはい、まあ、なんでしょうね、みんなの歌とかを狙ったって言っちゃいけないそういう歌でございます。ちょっと爽やかな感じで、ね、そうですね、可愛らしい感じの曲がいいなと思って ね、まあそのまあ、なんでしょうね、経緯に関しては、まあ、私もね、デチューンという会社なんですけど、 そこの、まあ、ブログにも書いてあるんですが、まあまあほらね、今エコカーだなんだ、ね、ファミリーカーだ言っててね、はいはいはい、そういう中、まあ、当時僕はロードスターが好きで、松田、はい、でそれでまあこういろんなもう子供を、ね、乗っけてドライブに行ってたんですけど、まあ、そんな感じの曲でございますよね、はいはい、これまあなんでしょう、ほらこの仕事だとほらオファーが来て曲を書くっていう、ね、のが普通なんですけれども、そうじゃなく書いたということで、佐野さん自身がこう、うん、結構好きな曲調っていう感じなんですか。素で書いたって感じですかね。あ、なるほど。何の手らいもなく、狙いも手らいもなく感じ、普通に書いたらこういう感じ、普通に書いたらこういう、うん、あ、なるほど。ちょっと恥ずかしいかなこれ佐野さん僕割と曲いろいろ聞くとスタイリッシュな曲っていうか、こうすごいこうスタイリッシュですかね、なんか曲が多くてこうなんでしょうね、こうスタイリッシュですか、先鋭的な曲が多くて、これをなんか、ね、割とこうなんかこうなんでしょうね、ほのぼの的な路線が僕にとってはちょっと新鮮だったんですけど、ああ、そうですか、もう、本当はほのぼのしたところなんでね、なるほどね素晴らしいですよ、さあそしてじゃあいよいよ第1位を見てみましょう ね、グリップが来ると思ったらこっちなんですよね、で、繰り返しになりますが、こちらの、はい、私のあこうアルバムね、これ今発売中、ね、これは発売中、まあ、さっき、ねの繰り返しになりますけれども、もう神々ですね、いやいやいや、昨日のお酒に今日の酒がこう重なっている、ブライトですので、1曲目でございます、まあ、これも本当に、素で作った曲なんで、そういう意味で非常に印象的だったなという感じですね。曲作るときはいつも素なんですか、そういうわけですか。いやいや、どうなんでしょうね、なんか最初にコンセプト的なことがなんか決めたりするんですか。決めるんですけどそこに乗っからないみたいな一応決めてはいるんだけどみたいな、ははー、なるほど、感じです。でもまああれなんですよね、まあ、リッチレーサーというね、そうですね、前作って担当しました、でそのリッチレーサー、あれは正確に言うとリッチレーサー2というね業務用のゲームだったんですけど、その中にグリップというね曲があって、はい、まあ、その曲は僕が書いた瞬間にあ俺天才だと、思ったっていうことをいろんなところで言いすぎたら本当に嫌がられましてそこで、まあ、今回この3つの中には、入れなかったと。グリップはね、本当は入れたいところ、ね、ちょっと言い過ぎて飽きていっちゃったりするね、言うのがね、いう感じでございます、ね、なるほどね、素晴らしい。そういうことでね、この佐野さんのお話これからもねどんどんまた聞いていこうと思うんですけども、ここでちょっとまたビデオ見てもらおうと思うんですけども、次はですね、せんちゃんのちっちゃいの大好きというですね、ちっちゃいのが好きですね、そうなんです、ここでねデジタルガジェットがデバイスが出てきますので、いや楽しみ、どんなものか、そちらの方も見てもらいたいと思います。それじゃあビデオの方どうぞ。せんちゃんのちっちゃいの大好き。
皆様明けましておめでとうございますということでですね、今年も皆さんにどんどんちっちゃいものをですねまたお届けしていきたいなというふうに思っておりますということで、今年もですね、ルシと一緒に送っていきますよということで新年第一発目のちっちゃいものは何かな来ましたバーン、MacBook Air 11インチわーちっちゃいちっちゃくない。いきなりエルシからですねこれは薄いですよ薄い。いやあのですねちょっと待ってくださいエルシ、これが初代そしてこれが新しく出たやつ。気持ちちっちゃいけどほらちっちゃい気持ちね。大きさで言えばこれぐらいですよこれぐらい。ほらこう見てくださいこうまるで A4 と B5 のノートぐらい違いますよ。まあ、大体3年近いんですけれどもうねリニューアルしました初代からこちらに。で昔のちっちゃいの大好きでもこれは放送しました、はい、どうですか。気持ち小さいね。こうね MacBook Air っていうのはこう CD ロムドライブとかを一切廃止してですねとにかく薄く軽く。確かに薄さはもう極まってる。はいということですねこれで見てください。だいぶこうして見ると大きさが違うじゃないですか。これねビッグ&スモール、なんかこう大きさの割に薄いじゃん、はい、でこっちまあそこそこ小さくなって薄いじゃん、はい、新商風景として、うん、こっちの方が薄く感じるんだよね。でこれは2008年の1月に出てこれは2010年のあれいつ出たんだっけ11月ぐらい出たのかな。そしてまあ一番変わったのはこっちはインテルの内蔵グラフィックスなんですけどこっちはNVIDIA の GeForce が乗っかってると。もうインテルの時代じゃないの。もう結構ね早いんですよ 3G 性能もね。あともう一つですね実はこの外見からでは皆さんわからない違いがあるんです。モノラルスピーカーとステレオスピーカー。これモノラルだったの、はい、ていうかどこにスピーカーあんの。なんかどっかね、あ、はい、裏側とか、ね、見かけられないと。であともう一つねモノラルとスピーカーステレオがあるんですよ。USB 端子がこちらは1個こっちは2個。あ、だいぶ頑張ってはいるんだ。はい、頑張ってますよね。へえ。ということでですね、まあ、大体スペック的には似ていて、まあ、これがこうシュリンクされてちっちゃくなって、で昔は HD のモデルと SSD のモデルがあったんですけど今回は SSD オンリーと。 SSD オンリー、で今アップルは全部ねモニターが16対9になってるんですよ。あ、そういえばこっちはまだちょっとねこのまだこの時代はってちょっとまた違うんですけれどその辺もこうなんていうかこう横の細長い感じなんですよね。でこれはやっぱりですね、SSD なんでどこへ持っていくときにもこうハードディスクが回ってないから割ともう蓋閉めてポンってすぐにこうなカバンの中に放り込んでも安心して使えるし、軽い。そしてキーボードもフルサイズでですねとても打ち心地もいいというですねまさに鉄壁の布陣なんですよ。すごいね。ある意味確かに行き着くところまで行ってる気がする。はい、これはねいろんなこうノート PC を、まあ使っているセンちゃんなんですけれどなかなかバランスが取れていておすすめの一品でございます。ということでエルシーどうですか。これ大切な条件というか要素が抜けてるんじゃない。はい、大切なこちらですよね。こちらですよ、はい、当然こちらですね。当時SSD を積むことによってですねお値段、38万8400円。ありえない。いや今風に言えばアリエンティですわ。アリエンティでこちらがですね一番安いと88,000円。あら、え、ちょっと待ってよ。一番安いとってことは、はい、いろいろとこう、はい、手突っ込んでる。これはいくらなの。12万。あ、それでもそれぐらいなんだ、はい、へえ、まあ、つまりですねお値段が3分の1になってる。それは言ってみれば多い、ね、60% オフみたいな感じなんだ。
もっともっと、ね、66% オフですよ。どうですか、ほぼ同じような性能がこれだけディスカウント、もっと頑張るべきでしょう、こうお値段には。そうね、だいぶ頑張ったところなので、はい、星 1.5 で 1.5 星 1.5 意外と高いのいただきましたね。アップルで 1.5 出すと思わなかった、はい、ということでですね、新年一発目、幸先がいいですね、星 1.5 からのスタートですよ。このエルシにはですね、星 2,3 をですね出せるようなスーパーマシンをですね、紹介していきたいと思いますので、今年も皆さんちっちゃいの大好きよろしくお願いします。それではまたさようなら。エリカ様と高城ちゃんは一体どうなってるんですか。もう、てかね、もういつまでも終わらない物語を紡いでいってくれれば、はい、あがもうまたね寄り戻したとか、またなんか日本帰ってきて別れる、離婚、向こうも同意してる、うん、そんなこと聞いてないよ、寝耳に水、うん、もう何回ひっくり返せば気が済むのか。ほんまね、あれですよ、昔の人はよく言いました、夫婦喧嘩は犬も食わない。なんだっけ、高城ちゃんがやったゲームってあれでしょ、チキチキマシンモーレースのアメリカ、うん、あのね、あれのアメリカの名前なんだっけ、あ、ワッキーレース、うん、ワッキーレース、あれ 3DO だっけ、ね、そう 3DO で、あれ、うん、俺あの辺で高城ちゃんを知って、うん、なんちゅうさんくさいやつがいるもんだって思ってたら残ったね、あのうさんくささはいつまでも残る、はい、いや、あのこの場合のうさんくさいは俺の印象、はい、心象ですからね、はい、別に本人を指しているわけではなく、はい、そんな感じがするなっていう、はい、ちなみにあの時はですね、うん、あのマックワールドエキスポがですね、うん、当時日本でもやってたんですよ、うんうん、幕張メッセ で、うん、でそこに大きなブースでワッキーレースのブースがあって、うん、そこで高城ちゃんがですね、こうとてもにこやかに、うん、こう会場でプレゼンなどをしていたんです、うんうん、僕はですね一緒に写真撮りましたはい、でもすごい気さくでですね、なんかこう気持ちがいい方です、ね、いやいや問題はですよ、はい、そのワッキーレースってゲームとしてどうなのよ。さあスタジオ戻ってきましたよ、もう大慌てですけども、うん、さあ見てもらいました、ちっちゃいの大好きということでね、やばい欲しいなまあ喋りがいい、いや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 、もう今日はね大忙しですからね、番組いろんなコーナーが出てきてね、はい、そしてここから先はですね、いよいよ佐野さんといえばデチューンさんということで、デチューンさんの製品紹介コーナーでーす、ね、すみませんね、なんか宣伝みたいなやつですみません、いやいやいや、さっきみたいにこうゆったりとね紹介したんですけど、どうすんねわしわしって紹介したいやいや、このテンションでねどんどん言ってもらいたい。さあもうこちらでございます、来ました、皆様ご存知であってほしい、ね、コルグ M01 ありがとうございます、ありがとうございますね、来ましたね、でもまあご存知ない方に説明しますとですね、ええ、Nintendo DS 用ソフトでかなり質の高い音楽がこれ一つで、うんね、完成させることができるというソフトウェアでございます、うんうん、でまあ、簡単にその、まあ、背景を説明しますと、はい、まあ、コルグさん、これはですね、うん、世界的に有名な電子楽器メーカーなんですけれども、はい、そのコルグさんがですね89年ですかねに出したコルグM1 という非常に有名な、ワークステーション、シンセサイザー、大ヒットしたシンセサイザー、ね、はい、まあ、交渉10万台以上と、うん、シンセサイザーで10万台以上ってもう大ヒットですからね、そうです、それを、がもうこの中に全部入ってる、でもそれだけじゃないと、まあ、その後にあの 01W というですね、それもまた人気のシンセなんですけれども、その音も入ってて、しかもまあいろんなですねその DS ならではのフィーチャーもあるということでございます。こちらはもう今絶賛 Amazon さん1000倍で発売中と、ね、ということで、今ねこれをご覧になっている方ね、ツイートしている場合ではございませんので今すぐね発注している方、今すぐ Amazon さんのページに行って、ね、発注してください、ね、よろしくお願いしますということで、これはもう前回 の DS10 に続いてもこれ
ま、たすごい技術を投入した、ね、僕はもう何にもしてませんからね。もうあの技術のある人に作っていただいて、僕はこうやってですね、いいでしょいいでしょって自慢するだけで、ね、でもあれですね、 DS10 が音を作るっていうのがこうなんか、うん、まあ、テーマだったんですけど、こっちはね曲を作るっていうのがこうテーマにあるんで、そう、ね、1曲まるまるリズムとか全部入って作れちゃう、そうですそうです、ね、もう選んでく、まあ、あの音色を選んで作っていくタイプのなんで、うん、これはこれでまた一つね味があるんで、皆様よろしければぜひという感じでございます。はい、そしてはいまだあるもうね皆様こういう時代になりましたね。こちら iPad でございます、はい、今あ反射がうあれですけど、このぐらいの位置ですかね、うん、ね iPad ので、これは今動いております、コルグ IMS20 と、はい、こちらはもうドがつくぐらいのアナログシンセシミュレーター、これも昔コルグさんが MS20 というですね、これも非常に有名な、これまたいい ね安くて楽しめる素晴らしい機械、アナログシンセを出したんですけども、それがこのように iPad に入って、これはですね、全世界でほぼ1位を、一旦取っております。そして、はい、もう今ねこれご覧になってて、えそんなのあるんだ、そんなぼんやりしてる場合ではございませんなぜか、はい、これはですね1月31日まではスペシャルプライス、もうすごい、もう1800円、1800円、もうね今いろんなところでドルじゃないのっていうぐらいな、ね、ペソじゃないのと、だからそっちは逆になっちゃいますかっていうぐらいなんですけれども、これが、ね、2月に入っちゃうと3800円、まあ、標準価格になっちゃうんで、はいはい、もう皆さんね今だけなんです。で、iPad を持ってない方ね、はい、いやでも iPad 持ってないしなっていいんですよ、買えますから先前倒しで先に買ってください。いや本当にこれはね素晴らしい、面白いんですよ。でしかもこれねちょっとこうちょっとなんか 動かして、ね、動かすっていうかですね、ちょっとね、動かす、こうやってね今あの上にはねもうごめんなさい、もう、まあ、今ちょっと業界的にグロ画像になってますけれども、今これオンエア見た方何が起こったかと思うかもしれませんけど、これねアナログシーケンサーさえもシミュレートしてる、これねコルグさんで SQ10 っていうですねアナログシーケンサーありまして、それもまたこの中に入ってる、相当使い込めるっていう、ものすごいマニアックです、うん、もうまあなんでしょうね、一言で言うともう完全に女子からは無視されている何これっていう、いいんです、それでそれで男子の夢がここにいっぱいね、あいいんですよね、これがね当時としてはこれがもう画期的な、これはすごい、でしかもですねこれは、まあ、iPad の性質をですね、まあ、あの何でしょうね、有効活用したというかですね、あのサウンドクラウドという、まあ、すっごい簡単に説明しますとですね、はい、この YouTube の音版みたいなサービスがありまして、これプロの方もその音のやり取りとかで使ってるサービスなんですが、はいはい、そこにこの、IMS20 から直接ねアップロードしたりダウンロードしたりできると、あ作った曲をネットに上げて他の人が見れる、今ねあのネット上ではこの IMS20 で作ったいい曲から悪い悪いって言っちゃったら怒られちゃいますけど、あのプリミティブなね、はいはい、音までがもうびっしりとアップされてますんで、あ、で、ね、これご覧になってる方皆さんよろしければ私どものDETUNE でございます、はいはい、DETUNE の、ホームページですね、あですね、あもう今日はやばいね、今日はねだいぶあの昨日のあれが、あのね、昨日の疲れがねすごかったが、昨日のイベントが、昨日のイベントではその、ね、さっきの IMS20 とかその M01 のね、うん、でそのなんかユーザーさんがねライブしてくれたんですよ、ほうほうほう、すごい面白くて、そうでDETUNEのページとかね、あので YouTube で見てもいろいろきっとあります、で、IMS20 のおすすめ楽曲もありますからぜひ聴いてください、すごい楽しいですから、みんなすごいもう使い込んでる人いますからね、そうすごい使い込んでる人もいれば、あって間違ってアップロードしちゃった人もいるんですよそれが面白いですだってね音楽って別にね完成してなくてもいいんですよ、あなるほどね、そんな誰が決めました音楽っていうレンズの中に完成しなきゃいけないという意味あります、違いますよ、音を楽しむそれだけでいいんです、あもううまくできる必要はないとないんですよ、楽しいんですよ、最初はもうそれで、そうなんです、それを何かちゃんとしなきゃなっていうふうにね、でだからそこ行くとこのね IMS20 っていうのはすごいんです、だからもうあなんか何となくノリでアップロードできる、本当に今日神々ならアップロードできるということなんでまあ皆様よろしければぜひというわけでございます、でもこれ最初は操作難しいとかじゃないんで、あでもねこれちょっとねコツがありまして、はいはいはい、要はこれ全部を使おうとしてはダメなんですよ、簡単に使える、そうです、まあ、死ぬ前にああそうなんだ、まあ、全部使い切らなくても そう死ぬ前にあ
もうあそこのつまみってそういえば何だったんだっけほっくりこれぐらいでいいんです。だから何も使わなくてね役に立つ、うん、あでもねそういう人いるんですよ。だからさっきのだから審査と審査対策ちょっと難しいっていう ね買っても使いこなせないかもみたいなことがツイッター来てますけどありますよ、ねええ、だけどあれはね全部を使おうとするからダメなんですよ。はははいいんです1個だけでも。例えばね昨日もこのコルグ M01 で、はい、ノイズ系のね、はいはい、曲を作ってる人がいるんですよ、はい、お二方ね。その人たちなんてその演奏するときにじゃあどこのパラメーターを動かすかっていうと、エフェクターしか動かさないみたいなね。エフェクターってその、ディレイとかリバーブとかっていうのありまして、そのなんていうの音をね響かせたりする、そういうこう、まあ、エフェクターなんていうの、そういうところがあるんですね。そうですね、そこのパラメーターしか動かさないでだけど音楽的にこうあいろいろな展開させる。だからそれでいいんです。あ全然使う必要ない、ね、全部はあ、ね、アイデアでちょっといろいろ全然だから自分が楽しければいいっていうね、そういうことでございますね。ぜひですねよろしくお願いします。そしてあの株式会社デチュンですねごめんなさいね、もう今日この短い尺の中で黒巻殺しのこのですね私の、アルバムこちらも絶賛発売中でございますのでよろしければぜひというわけでございます。尺はどうでしょうか。まだまだいきますか。まだあります。あと2分ぐらいありますけど。ああそうかよかった、ちょっと急いじゃったねえ、ね、楽しいんですよ。素晴らしいですよね。でもね今後ね特にね、まあ、さっきの IMS20 はすごいマニアックなんでこちらの ねコルグ M01、M01、こちらは本当にそのなんか曲作りっていうのをやってみたいな。当時は使ってたんですか、これ佐野さんは。あ M1? M1 は使ってました。あのゲームの特にね曲を作るときはもうバリバリ使ってました。あじゃあもう、ちょっとコルグさんが嫌がるような使い方もして要は例えば全部こうなんかパラメーターをゼロにしてっていうかこうフラットにして、でその元の波形がどうなってるかとかそういうのも見たりとか、まあ、かなり使い込んでます。こうやってやるんだなとかね、そういうのも見てて、あじゃあこういう風に音作っていこうみたいなのもやってたぐらい好きでした。じゃあ FM 音源ではないけどもこういうなんかマニアックな使い方を、ね、当時はしてたっていうことですね。でこれはねあの曲作曲やってみたいけど、一体どっからやっていいのか分かんないと。だから世の中では PC でどうやら曲を作るっていう話があるらしいけど、うん、どうやっていいか分からないっていう人もこれ一発で DS でまず、まあ、なんていうの、まあ、基礎を学んでね。そうですね。でここからですねその PC での作曲には結構ねスムーズにいけるような仕組みをですねこっそりね入れてあります。ちゃんとなんとなく構造が分かる。初めて使っても大丈夫です。だからこれからでこれである程度やっといて PC へね、行くのも全然スムーズになりますんで。であのデチューンでは、あの先駆け M01 軸先駆けなんだ。最初はあのよしじゃ あの最短ルートで行くぞって言ってあの黒板に向かって走っていくっていうね、まあそれは先駆け男塾のエピソードでございますけれどもあの本当にやりますよ M01。 つまりこういう作曲っていうのやったことないけれどももう何からやっていいか分かんないけどやってみたいという人向け。あそれ楽しみですね。ドラムって何とかね、もうそういうところからやっていきたいなと本当に思ってで、まあ、あの要は、お金はないけどヒューマンリソースだけはあるデチューンは、まあ、私が講師となってですね、まあ、結果的にはあのその後に飲みたいっていうだけなんですあのよろしければ本当にやりますんで、ね、私でもデチューンの、ホームページで、まあ、そうですね、もしくはデチューン後でちょっとまた URL ご紹介しますので、ね、よろしくお願いいたします。ということでここから先ですね、また突然ですけども、FM 音源ドライバーズサミットの後編、はい、メモ片手にビデオの方を見てもらいましょう。どうぞ。じゃあ皆さんが MML を使ってたっていうのは何年頃までそのこんな感じの基本で作って曲を作ってたって。僕の場合はあのその後ベア2の後に、あとトアとベア3っていうのがあるんですけど、それは98に98でやっぱこの書き方これをあのやつを完全移植してすげえでまた独自のコマンドなんかさっきも言ってたけどなんか曲を生成する独自のコマンド自動作曲ルーチンじゃないですか。自動生成コマンドみたいなあの MMA を自動で吐き出すっていう、やつを独自に組み込んで組み込んで、でじゃあ作曲を始めようって言って、F5 ボタンポンと押すと、すごいね。それで曲ができましたっていうでなんか結構人が作ったんじゃないような曲が出来上がるんだけど、それがまた面白くて、それを結構あのフレーズだけちょこっと切り抜いて、使ったりとか、それでできたのがトアっていうと、トアとベアスリーベアスリーは
アーティストっぽいですね。いやいや、その頃そういうのちょうどハマってて前衛的で、あのそうそう、そっち方面にハマってて、あ、現代音楽的な、そう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 、 Mac でね、 M っていうソフトがあって、あ、でそれが同じようなことをやってて、それに触発されて、うん、MMM でマジモトやりたいなと思って。へー、すごい。じゃあそのもうベアナックル3とトワぐらいで MML は終了っていうことですか？そこで終了というか、もうあの開発環境がその後はあれなんですよね、あのサタン、いやサタンで、ああなるほど、ね、セガサタン、はいはい、であれがもう、もうもっともっとこの音源が複雑になって、うんうん、でもう MML じゃ対応していなくなってくるんですよ、ね、はいはい、でもサタンってなんかやってたっけ。僕、ソーキューブ連帯ってのやってます。ああ、あれでもミディ音源みたいになって、その頃だともうミディで作ってデータコンバートみたいなことにだんだんなってきてますんで、うん、データコンバートっていうか、あの開発機にミディのインがあるんですよ。最終的にはミディデータからコンバートをするんですけど、とりあえず普通の、あ、もう 音源として機能するってこと。シーケンサーで普通にできたんですよ、うん、ああ、すごい、うん、じゃあもうシーケンサーを、普通のシーケンサーを使ってたってこと。そうそう、確かにビジョン使ってた。バージョン今でもビジョンですからね。いや、まあそれはいいですけど。トーってかなりオケっぽい曲じゃなかったでしたっけ。メガドラの方だっけ。メガドラの、あのサタンのやつはあのもう完全にサンプリングだから、オーケストラ意識した音色をいっぱい使ってるので。じゃあそのメガドラのトアが、MML で書いてる。MML で書いてる。だいぶ前衛的な曲が、あの頃はMML のその文法もかなり極まってた。極まってね、もうこれどうやって作ってんだろうっていうのが、そうそう、不思議なコマンドいっぱい満載して、そう、だんだんこうすごい技巧が入るようになってきて、さっきのミュージックラルフのサンプル曲も割とそんな感じだったんで、うん、もっともっと発展したり、どうやってこれ MML でこんなの打ち込めんだろうみたいなのが割とだんだん、そのさっき言ったそのね、ジェネレートする部分っていうのが、その内部のアクセスパラメーターじゃないですか、OPN の、うん、OBNN、うん、あそこにもちゃんと作用するようになってて、いや、それでそこにもこう違ういろんなのが、そこにこう音色が変わるってことですか。音色もだから常にこうすげえ変わるような、すげえそれをやってたんで、ああいう変態的な音が出るんですよ。もう相当こうなんか行き着いた FML の最終到達地になってる感じがするけど、僕はその後その X68000 で自分でドライバー作った時はミディも出せるようにして、で MML でミディ1をこう1トラックにかけるようにして、こうなんとかこう MML で書き続けられるようにとか頑張ったんだけど、やっぱその音数が多くなってくるとどうしても厳しいんでね。だからそこまでのこの時代のやっぱりこうものなのかなっていう気はするんだけど、頑張っても16音ぐらいまで、うん、もうそれ以上になっちゃうと、もうちょっと厳しいな、複合的な環境がないと多分できない、うんうん、ただ便利なことは結構いっぱいあるんで、ね、こうすぐエディットできるとか、こうループがすぐできるとか、あ、だから自分も今メモ帳にね、MML でこう、だから、あ、メモはここで MML で書いた方が早い。あ、スーファミは別にミューコムとかはあんまり流用してないんで、アクトレーザー、アクトレーザー原曲だけ半分ぐらいはミューコムで作ってて、そうなんだ、あんなストリングのあれをこっちで作って、半分までやってないから3分の1ぐらいだと思うんですけど、それはミューコムで、それはだから CD にも収録されてる原曲版と、あれか、あとはまあ、ね、あのソニーのニュースバックステーション、あのメタル、あーもうね、うん、よくあれで、いや自分でも、ね、今もねよくあるアクトレーザー作っていやとっても今じゃもう触れない。え、あれのドライバーを書いたの、そのスーファミ用あれは橋本さんがドライバー作った。あ、そうなんだ。それって完全にその新しいの作ったんですか。新しいの、完璧な新しいの、完吉くん互換ではなくて、互換じゃなくて、あ、かきちくんって名前だったっけ。そう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 、あんた、そうね、任天堂が作ってたやつは中途半端のドライバーがなんかくっついてた、あれまた出来が悪かったんだよね。いや、あのね、何が悪いって、あのエディターが、うん、もう、ね、今思うともう壊滅的にこう使いづらくて、そうそう、なんか音鳴るまですごい大変なんだよ。そうそうそう、僕、リミックスいじったのあれが初めてですからね。僕も初めてあれが、
電源の切り方が分かんなくてシャットダウンが電源入れて動いたものをどうやって落としたらいいか分かんなくて本当に最後にこう悩んだわけにこう電源をパスってダメダメそれしちゃう大河バトルは柑橘くん大河バトルは柑橘くんなんですけどその時は僕らはその打ち込みをやってないんですよ曲だけで SC55 で作って渡してあ、そうだったのそれは初耳なんですよ楽曲ソンガの時に自分でやったんですよへでオーバーバトルはだからすごいメモリも厳しくてあれあのサブ CPU の載せ切りのはずなんですよあその波形データも あれ全部ベタで置いてバック切り替えなしでそのすごいそんなに異常に少ないはずですよ曲数もそんな多くなかったと思うそうそうあれもそのサンプリングデータがでかくなると曲置く部分が少なくなるっていう非常に厳しい制約で作ってたから FM 音源というのは小社ちゃんの中でなんかどんな位置づけだったいや最近までね、うん、FM 音源で曲作ってたいやでももう FM 音源じゃなくなった時はもういいやっていうつもりだったサンプリングの方がいいやっていうことだった一時期やっぱりプレステ1の頃は面白くて、うん、それが、うんうん、面白くていじってたんだけどやっぱりこう自由が利かない、うんうん、こうやっぱこうレジストトリをこうね、うん、あのレジスターか、うん、細かくいじって自分のものにしてる感じが全然な PC もやっぱないから、うん、だからそこでちょっと面白くなくなっちゃってマニピュレートできないとね、やっぱり自分ダメあ、他の人に任せるができないって、うん、それが自分で音色作らないとちょっと、うん、だ今もね、PC 向けのサウンドもちろんもう今はそっちの方が主流なんですけど、うん、必ずエディットするというか、はいはいうん、して使うというかそういう風にやってますよね、今なるほど、うん、FM 音源は FM 音源でしかない音っていうのがたくさん出るので、うん、今聴いても結構あの飽きずに聴ける曲が多いあまだ聴くもんねまだ全然昔の曲聴くから、うん、だからもうちょっと使いやすいツールなりそのモーサリングツールなり新検査ツールが出てくれば変音源もやっぱり再注目されるんじゃないかなと崎本さんの方は昔の使ったものが今自分の中でどんな位置づけになってる基本的になんか昔は、まあ、あのこのか僕が作ってる環境のせいもあると思うんですけど、うん、すごい苦労したみたいな印象があって、うん、その昔には絶対戻りたくないっていうのをずっと思っているんですよ、ねはいはい、ただあの MML に関してはその MML だけじゃなくてその昔の環境に関してすごい良かったなと思うのは、うん、とにかく音数が少なかったからあの無駄なことが一切できなかったんですよね、うん、これはあのその音符の面でもあとはその音色の面でもすごい良かったと思ってるんですよ、うん、今、うん、あの当然当時は意図してそういう環境に身を置いたわけじゃないんですけど、うん、できる使える環境はそれしかなかったかなとか仕事持つだけだったんですけどそれがすごい訓練になったなっていうふうに思うと、うん、当時僕は FM 音源ってそんなに好きじゃなかったんですよ、はいはい、あの非常に特殊な音が出てもうちょっとこうらしくならないのかなってずっと思いながらこうネチネチいじり回してみたいな感じ で例えばドラムを作るのもあの音源でやらなきゃいけないわけですけど、ね、でどう考えても、まあ、無理じゃんって感じがするんですよ、だからそうするとまあ本物らしくするのは無理だとしても例えばキックでキックの本当の意味は何なんだろうとかこれ最低限、基礎最低限がこれを何やればちゃんとキックになってこれ何やればスネアになってとかあとはもしもそれ以上FM 音源だからこういう音が出るんだみたいな感じのことを追求しようとした時にちゃんと方向性持ってないとできなかったんですよねその意味とあとはその次に方向性を考えないといけなくて、うん、その辺を考えることをずっとやってたっていうのはその結果的にすごい良かったなと思ったんですよ、はあはあ、あとねFM 音源のその開放主義、まあ僕そういった経緯なので、うん、FM 音源のその開放主義者的な例えば人の発言とかあとはそのアルバムとかって実はねあんまり好きじゃなかったんですよ、ね。はい、それもわかる。例えば
FM 音源のギャンギャン言ってる音みたいなやつも懐かしいんですけど、うん、あのそれ自体がすごい好きかっていうと、なんか当時それですごい苦労した印象とかがあって、あそこから離れたいみたいな、なんかそういう気持ちもあったりとかして、はい、だけどこの前ほら、あの世界中の迷宮3、あのうちがあの星野さんの曲のアレンジをして、はい、まあ、うちの作家がアレンジをしたんですけど、はい、その時に久々に聴いてみて、あれはね、いいですよ、すごくあのね、でもね、うまく理由は説明できないんですよ、多分なんかコードとかとあの音色が非常に関係があるんですよ。あ、なんかね、うまく説明できないですよ。単純なその楽器とかの範疇なんかちゃんと超えてやってきてる感じがすごいしたんですね。なんかあまり聞いたことがないところとかもいっぱいあって、あれはね、素晴らしいなと思いましたね。星野さんじゃないとできないし、あとは FM 音源じゃないとできないし、こんなんだったらまたやりたいと思いましたよ。まあ、できないんですけど。いやいやいや、いい話ですよ、それ。いやいや、素晴らしい。だから星野さんはさっきおっしゃられたみたいに、あの FM 音源やってたことで、他の音源もやって、ちゃんとまた戻ってきた人だと思うんですよね。あ、うん、その本当に FM 音源じゃないとできないこととかを使い切っちゃってるからじゃないかなと思いましたね。なるほど。つまりこの世界中の迷宮3のサントラもアレンジも皆さん聞いてくださいと素晴らしい、素晴らしいまとめがここでねできるということで、ね、ぜひ原曲の方を聞いてはい、よろしくお願いします。いやいや、宣伝になっちゃった。いやいや、そんなことないですよ。ということで、今日は、ね、この3人、星野さん、上田さん、崎本さんね、いろいろお話を伺いました。またぜひね、機会があればお話、ね、ぜひ聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ、今日はどうもありがとうございました。はい、それじゃあ皆さん、ありがとうございました。あのここでですね、あの船長を知らない皆さんは、僕はですね、昔からこうアニソンが大好き でだん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 こう声優さんのライブにも行って楽しく、いつも楽しくサイリウムを振ってるんですよ、うん、で今回ですね、あの横浜アリーナで水木奈々さんがこうフルオーケストラライブをやったんです、うん、バックがですねオーケストラで、もうすごく良かったんですよ。でそこでですね、皆さんに今回僕が新兵器を持ってった話をしたいと思うんです、ね、そうでこれでこう一生懸命ね、わーいってこう応援するんです、うん、まあ、リズムに乗っかって、まあ、振り付けがあったりとかジャンプがあったりとかするんですけれど、まあ、一生懸命やるんですね。でこれがまあ水木奈々さんの場合は普段は水色で、まあこう盛り上がる曲になってくると、このウルトラオレンジっていう、えこれオレンジ、はい、これは通常のオレンジなんですね。ちょっと持っててください。でウルトラオレンジっていうのがあって、あこれは何がウルトラかっていうとですね、違う、はい、すごく明るいんですよこれ。すごいねこれ、はい、これ何、映像だけ見てると、うん、すごくあったかそうに見えるんだけど、はい、でもね不思議とあったかくないんですよね。これがセンブレ、はい、これなんかね、なんか市販品のこっからここ先はペンライトを使って、うん、こっから下はですねこう LED ライトを、なんかスターウォーズとかで振ってる剣みたいな、そうね、ライトセーバーみたいですね。ここね市販品の LED ライト、これすごいんですよ、結構明るいんですよ、ピカッとね。これを改造してなんかこうね、皆さんこういうサイリウムの代わりに作って持ってきて、へでうちの会社の M 君にですね、まあ、早速作ってもらって、あさらに明るい、はい、これもうここまで来るとこっちがほとんど光ってないかのような、はい、ということで今回このねニューアイテム、このセンブレ結構ねエコで、しかもこれだとほら減光していかないじゃないですか、もうこれほらだいぶね暗くなってきたでしょ。ライブが最後までですね楽しめるということでおすすめです。
はい、うわ、皆さんこんばんは。ということでですね、出てきました私が、うん、ということで私が出るということはそうです、うん、プレゼントコーナーです。欲しい、今日欲しい。ということで今日は佐野さんと一緒にお送りしたいと思いますよ。どんなプレゼント。はい、はい、先ほど流れていたですね、はいはい、FM 音源ドライバーズサミット、すごかった、すごいですね、豪華メンバーでね、はい、その豪華メンバーの方々からですねサイン入り CD をいただいてきました。嬉しいじゃないですか。はい、もうね、まずじゃあ一つ目いきますよ。お、一つ目はこれ、じゃがじゃん、これですね。あ、抜けちゃいますね、これね、黒巻きで。はい、これね、世界中の名曲3のサントラで、はい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 、これすごいですよ、ディスク3枚組ですからね。書きすぎ、書きすぎ、小四郎さん。はい、ここにね、もう曲がね、ワンサが入ってるというですね。すごいですよね。はい、とっても豪華な CD。これもね、ここに小四郎さんの、なんと、ね、サイン入りですかね。見てください、はい、このね、小四郎さんのサインもね、あ、すいません、カードにサインお願いしますのサインみたいな感じの非常にいいサインでございますね。はい、サインなんか意外とこうね、そうですね、サインには人となりが出ますよね。言えられます、いい感じなんですかね。はい、で二枚目はですね、お、はい、これ佐久本さんの、お、こうタクティクスデータ、はい、しかもこちらも大きくサインが、はい、先もとって、やっぱ A サインってこと普通の方がいいのかな。俺ダメかな、あれ書きましょうかな、はい、先もさんのこのね、いいじゃないですか、 FFT の、はいはいはい、サントラと、うん、で3つ目がこれです、じゃじゃん、はい、雄三小四郎ベストコレクション、これはもう、はい、でここに先もさんのサインだったら笑えるんですよ。なったら僕が書きましょうかみたいな、ね、超怒られそう。これ、あ、こちらもこれどこにサインが入って、あれ？あ、ブックレットの中にサインが、ブックレットの中に、あ、そうですか。これよかったよかった、ね、あ、ありましたありました。なんかこうね、ちょっと騙して、ね、杉山浩一って書いてましたね。そうなんですよ、はい、小四郎さんのサインがちゃんとありますんでね、はい、そして、今日はですね、もう一つ、はい、プレゼント、はい、佐野さんが出ていただいてるものですね、このこれ、バーン、わお、すいません、はい、もうでもこれね、あのうちから持ってきたんじゃないっていうね、はい、あのちょっと僕のコレクションから本当にすいません、はい、ちょっとひどい、さんにひどい話ですよこれ、あの後でお返しします、ね、もうあれもう、ね、忘れちゃったっていうね、持ってくるのね、じゃあサインを私と、はい、ここでちょっとね、でもね本当にね、本当にサイン変えようと今ね、お二人のね、小四郎さん佐木本さんのサイン見て思いました。私のサインはですね、こんな感じでございます。見えにくいでございますか？あ、こんな感じがございますよ。はい、はい、でもすごい可愛くて僕大好きなんですね。へのへのもへつ的な、はい、これね、感じでございます。はい、ということでこのね、ちょっとすみません、はい、M01 と忘れてきちゃいました、ね、はい、4つ、はい、ということで、このですね、お好きなこのプレゼントのコースを、お、こちら、お、はい、プレゼント応募フォームまで、はい、onitama.tv/pr/、ここに行くとですね、うん、応募フォームがありますので、あ、もうここに、まずですね、希望の希望の先本さんコース、はいはいはい、先本さんコース、はい、そして、小四郎さんのベストコレクションコース、ベストコレクションコース、はい、ベストコレクションコース、うん、そして世界中の迷宮コース、迷宮コース、はい、そして、そして、うん、酔っ払いコースアルチューコースね、じゃあこれ酔っ払いコース、ね、はい、コルグの M1 コースと、うん、いうふうに4つこのうちのお好きなコースを書いて、はい、こちらそうですよ、はい、onitama.tv/pr、はい、こちらの方までもちろんこちらです、ね、出してくださいね、はい、そうすると後からですね、うん、当たった人にメールが行きます、あ、発想を持ってじゃないですね、はい、メールの発想を持って発表に変えさせていただきます、はい、ということでございます、もちゃんと、はい、お送りさせていただきますよ、これは楽しみなプレゼント、これ欲しいですよね、うん、自分が欲しいぐらいですよね、これね、しかし曲数多いなです ね、 ね、まあ、これ業界的に言うとマスタリングエンジニア泣かせって言うんですけど、ね、まあ、各自調べてください、ウィキペディアでね、いや書いてないと思いますけどということで、すごいな、どれもいいですね、なんかどれにしようかなとかね、ここでね、これ一人で別のコースはいけるんですか、これはダメなんですか、
あ、これ一人一つそうですよね。コースで、はい、お願いしたいと思いますよ。ね、じゃあもう一度、こちら、はい、onitama.tv/pr に、好きなコース、コース名は世界樹コース。あ、とすごい今。いきなり 3D になったかと思うようなね、アバター効果が今ありましたけれども、はい、はい、世界樹コース、はい、崎本さんのコース、崎本さんコース、はい、で、ベストコレクションコース、コースとそして、アルチューコースね、はい、こちらでございます。はい、コルグ M1 のコースと、そう、はい、M0 のコースでございます、はい。これをお願いしたいと。うん、はい、はい、走行してるうちにもう次のコーナーですよ。はい。次はですね、基盤大好きっていう、ね、大好きです、はい、コーナーがあってですね、はい、こちらの方のビデオに行きたいと思いますので、見たい見たい、どんな基盤が出てくるのかなということでどうぞ。いやー、皆さんこんにちは。僕は今ですね、サンフランシスコから近くにあるフィッシャーマンズワーフというですね、割と有名な観光地に来てます。そして僕は今そこの45番ハトバっていうところに来てるんですけども、こちらメカニカルミュージアムね、なんかこう博物館があります。そこに書いてあるのがアンティークコインオペレテッドアーケードということで、なんだかアンティークなアーケードゲームがこの中にあるらしいということでですね、早速ちょっとこの中何があるのか楽しみなんでね、見ていきたいと思いますよ。それじゃあ早速行ってみましょう。もういきなりピンボールですからね、これ。うわ、相当ここ。うわ。この中ね、ものすごい勢いで古いゲーム、特にもうビデオゲーム以前のお金を入れて動かすメカニカルなおもちゃとか、こうアーケードに昔あったものが展示されてるというですね、もう非常に貴重なものが次々と、これとかもさりげなく置いてありますけど、白黒時代のこのビデオゲームポンのウィナーってやつですからね、お金を入れたら動き出すメカニカルなアミューズメント機器がね、いっぱいあるということでね、これは相当ね貴重なんじゃないでしょうかね。それじゃあ早速見ていくことにしましょう。この辺もね、みんな古い昔のアメリカのペニーアーケードにあったようなやつですね。これね、気になるけどやるとびっくりしますよ。この人形の顔にもびっくりですけど、踊ったらびっくりですよ。うわー、どうしたらいいんだろうこれ。このね、上の赤いランプがまたたまらない味を出してる。これね、驚きの電気仕掛けベースボールゲームなの。これ1937年のワールドシリーズロッコーラですよ。ロッコーラですね。ジュークボックスで有名なロッコーラが作ってる。ああ打ちたい。アウトに。あ、ワンアウトになりましたね。ああ早かった。ちょっと審判の手振りますね。細かいよね。やった。あ、真正面。真正面か。あとね、なぜかアンパイアがピッチャーの後ろにいるんだよね。あの人何見てんのかっていう問題はある。あ、やった。ワンベースヒット。あ、ここに今ワンベースに塁に球が出ました。ちゃんとね、野球のルールがこのボールで全部できてるんですよね。あー、取られた。スリーアウトです。惜しい。あ、すごい。これはよくできて、1937年の段階でね、できてますからね。すごいですね。なんかオルゴールやってますね。結構音ちゃんと鳴るね。こっちもちゃんとしたなんか、すごかったね。あ、穴が来た。ちゃんとしてるねこれ。
にアナログシーケンサーです。うわやべえな、これはこれは相当やばい感じがするな。やばい、やっぱ思った通りやばかったわこれ。パカパカパ。お、撃った。これ撃てんのかな本当に。これボールが空中飛びますからね。これあ、シンガーロングすごいちゃんと動いてる。あ、入った。よおおお、やった。あれがこのもうゲームの最大の売り、球送り出しシステム。なかなかねここね、すごいですね。こんなのがねいっぱい残ってるあたりがもうアメリカすごいなっていう。20周年モデルですね、っていうタイプ。あ、これは新しいんです。20周年モデル、ツインワンなんですよね。あ、なるほどね。これね、アッパーデッキはでも古いですよ。これ70年ぐらいのやつですよ。アッパーデッキ懐かしいですね、これ、ね、これはもうアメリカでは定番のピッチ&バットです。あのカクテルは何ですか。これバリミッドウェイですか。これ何でしょうね。あ、タイガーヘリ。でもこれあれですよ、これではトロンのコンバージョンですよ。これトロンなんだ。これカクテルタイプトロンです。これうわトロン入れてくれよ。トロン入れといてよね。あ、中から、これなんか死刑になる人じゃないこれ。みたいね。こんなのお金入れて見たくないだろう。うわ、終わり。え、やっぱ人がやってんの見た方がこれこれさっきの笑いおじさんのおばさん版みたいな。やっちゃった。怖いなこれ、ひときわでかいからね。作曲の坂本です。バイオリンの近野です。エンジニアの川野です。はい、今回はですね、無限回路光と影の箱なんですけど、なんと1曲で75分07秒なんですよ。でこれがどんだけ長いかということをちょっと実証してみようということで、目の前に小豆を用意させていただきましたので、75分07秒間この鍋をこっちに3人で移すということ、どんだけ移せるかということですよ。よいしょ。ああ、今ハサミとの距離、あれ思ったよりツルツルしてて全然掴めない。もういい加減やってくる。もう50分ぐらい。いや、まだ18分ですよ。終わる、曲が終わるって何ですか。はい、あー終わった。あー終わるじゃない。え、もう数ヶ月で。え、何が。あ、恋のからさぎ終わっちゃうっていう。17年やってたんでしょ。どうかな、ズームイン。あ、ズームイン、今なんて言うか知ってる。ズームインスーパ ー, ー, パーもう終わっちゃうし、あとまあなんか地味ですけど、杉口博さんの東京フレンド。俺ね、あの番組嫌いだから、うん、ぜひともってわけじゃないけど、終わっていいよ別にっていう。タレントが一生懸命やってわーいってなったところで、杉口博はすごく淡々としてるもん。お前も盛り上がれよ。問題なのは、はい、恋のからさぎ終わるじゃない、はい、それでさ、うん、ぜひともあの小林姉妹はどう思ってるのか、
なんで小林姉妹2人揃って出てたよね。そう、あそこに行ってんだから、うんうん、当然こうテレビに携わってるものとして、うん、私もあそこでだいぶね、さんまさんに揉んでもらいましたわっていうコメント出すべきでしょう。たとえこうね、あの海老蔵がえらいことになっていたとしても、でも私は私って出てってよ。それを期待してるのに最近だって全く出てこなくない？海老蔵だってほぼテレビ出てなくない？まあ、あ、ほら謹慎中だからじゃない。謹慎ってどうせ夜の、あ、でも夜の街も行ってないのかな。今行ってたらね、絶対ね、週刊誌の餌食ですよ。そうね、うん、もう絶対張ってるだろうしね、うんうん、いやでも今回のね件でね、こう海老蔵さんのあの件で分かったことは、海老蔵さん家が旧山手通りにあるってことでね結構いいところにね建ててますよね。どの辺なんだろうな。あそこのだって旧山手通りってすごいあれじゃない、こう短いじゃない、うんうん、だからあの辺をじゃあプワーって行けば、うん、いつもテレビで出てくるあの白い階段上り気味の、うん、出るんじゃないの、あれがすぐ見つかるのかな。もうこれもしも日本がこうハリウッド並みだったら芸能人マップとか出てくるのにね。出ますよ ね、ほんとぜひともいろいろな意味でここ海老蔵ハウスってのを はい、スタジオに戻って博物館すげーねえ、これ来て今回から始まった新シリーズね、メカニカルミュージアムっていうですね、こちらに今日はそこで買ってきた DVD があるんですけど、 DVD？ そう、これね、エドワード・ゼリンスキーさんっていう人がやる、あのゼリンやるね、ゼリンさんがあの博物館のコレクションをしていて、いろいろこうね、もうかなりたくさん持ってますからね、こちらがね、このサンフランシスコの鳩場のところにあるこの博物館。え、これはサンフランシスコ行ったら分かるんですか、有名なんですか、ここは。フィッシャーマンズワーフっていう有名なとこ行ったら、はいはいはい、あ、何かなっていう具合のとこにあります。じゃあフィッシャーマンズワーフを目指せ、目指せばもうすぐ分かると思います。あららら、じゃあもうご飯は美味しいね、酒飲みながらここに行っちゃったらもう最高なサンフランシスコライフ、ね、シーフードも食べつつ、もうこういうメカニカルな懐かしいものも楽しんでいただきたいという、ええ、これ今回から始まった、ね、新シリーズで、これ次回以降もまた、ね、シリーズ化でいろいろこう他に置いてあるものをね、いっぱい紹介してます。そうですね、もうだってね、このね、このジャケももうおかしいもの、ね、これね最高。ちょっと今こうスクロールしますね、おらもう楽しそう、ね、昔のなんか見せ物小屋的な、この人ねえ、そうなんです、最高じゃない、クリス・カニンガムかと思うよねいう感じでございます。みたいな、あ、ね、皆様よろしければぜひということで、そうなんです、行きたい本当に、ね、うん、もうこのシリーズも、ね、楽しみにしてもらいたい。基盤大好きはもう、ね、こうやって、ね、全国のこう面白い古いゲームとかを探しに行くコーナーで、ね、あー、いいですね、ね、ぜひともこう。でもこれぐらいのレベルのところって国内にはあるんですか、やっぱなかなかない、なかなかない、こんだけこう、これ戦前ですからね、今戦後戦前って言葉自体がもうなんだかないですけども、37年とかちょっとありえない古さですからね。いいな、こういうところいいですね、素晴らしい。さあ、そんなコーナーを経て、うん、ついにこういよいよこうフィナーレが近づいてきましたが、このねお酒もだいぶ入ってきて気分の良くなってきた佐野さんとともにラストのゲストコーナーを、はい、ありがとうございます、いきたいと思います、ね、もうねやってみましょう、ね、あの、うん、さっきツイッターの方でねお便りが来てて、はい、あの当選はいつ分かるんだっていうのがありましたけど、はい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 、当選はですねこの放送、生放送終了後1週間の間有効ですんで、はい、あの1週間の間でしたらどんどんこの応募ページでね応募してもらって、大丈夫です、ええ、そしてその1週間後にこちらで抽選をして、森玉さんで ね厳選なる抽選、厳選なる抽選で、当選者にメールをお送りします、ねね、さっきもちょっと軽く言いましたけども、はい、何コースだっけ、まず世界中ね、世界中の迷宮3、そうです、ね、世界中コース、コース名がどんどん変わってますけど、まあ気にしないで、まあ、いろいろあるってことです。これファイナルファンタジータクティクス、なんだ、先本さんコース、そうですよ、はい、でこちら、そう、小城さんベストコレクションコース、でもう皆さんご存知アルチューコースということでね、この4コースがございますので、あれね、あのデチューさんの M1 コースもありのこちらの方でね、
あの皆さん、ね、どしどし応募の方をしてもらいたいと思います、ね、さあそういうことで、はい、ここから先はですね佐野さんの、うん、はい、またお話を聞いていこうと思うんですけども、おこのまた抜けそうな紙でやってきました。お宝ベスト3のコーナーで、いやーもうね、持っているお宝でね、変なもん出さないように頑張りたいと思いますけれども、今日は、ね、今日だいぶ悩んで書いてもらいましたけど、そうですね、お宝第3位からいってみましょう。ペリバシ時計、これ時計漠然としてますけど、ごめんなさい、やらしい話なんですけど、やらしくないんですけど、この、実はね、この時計って、実はすごいいい時計、まあ、いやでもね、僕もう42歳なんで、ちゃんとした時計をしなきゃいけないって言って、いろんなね、方々に言われて、でだけどなかなか買うのはあれなんでね、これね、せんちゃんがね、時計には割と詳しい、で時計博士で教えてもらったんですよ、名前を。僕知らなくて、いやちょっと待ってください、何でしたっけこれ、タンカレーってジンライブみたいな名前ですよね、タンカレーじゃなくてタンブール、でしかも太鼓なんでしたっけこれ、太鼓をモチーフにしたあのルイ・ヴィトンのあの時計なんですけど、僕これね、なんでこれ買ったかというと、でもと普通ね、時計って、まあ、そのなかなか買うタイミングないじゃないですか、でも僕ね、しこたま銀座である日酔っ払った時があって、ノリで買っちゃったんですよね。銀座で買ったんですかこれは、なんか買っちゃったんですよ酔っ払ってこれ買うぞみたいな、買うぞっていうか、なんかね、酔っ払ってなぜか普通ルイ・ヴィトンなんて行かないんですけど、フラーッと入ってって、ヴィトンで買ったんです、ヴィトンで、あこれくださいって言ってたっていうね覚えてないんですか、いやぼんやり覚えてるんですよ、なんかね、チヤホヤしてくれるなっていうのは覚えたんですけどいやだから皆さんね、なんかこれ何を言いたいかっていうと、あのネットでショッピングも楽しいし便利なんですけど、まあね、酔っ払ってチヤホヤされるっていうのはこれリアルショップならではだからでも自分で選んだわけですよね、チヤホヤ、あのね、違う自分が選んでましたね、だからあの商品名も覚えてないっていう、でもやっぱリアルショップもなかなか楽しいっていうね、あ、まあ、そういう意味も含めて、まあ、ね、お宝体験ですね、一つはやっぱりいい時計はね必要ですからね、でもこうやってね、人からその自分の時計の名前を教えてもらう始末これもまた貴重な体験ですね、まあ、だからこうやって話ができるっていうのはね、ほらネットで買ったっていうのは、いや実はこういうことがあって買ったんだよっていうエピソードがつきにくいじゃないですか、要はストーリーがつきにくい、あ、だからね、まあ、皆さんリアルショップでね酔っ払ってね買うのも楽しいですよって話です、でも相当きっとお高い時計だと思いますよこれ、そんなじゃないと思いますけどね、いやいやいや、ルイ・ヴィトンですからね、いや、まあそういうわけで時計でございます、はい、はい、じゃあね、次行ってみましょうね次第2位はバシュッ、はい、出たアポジーのデュエット、これね、今現物持ってくればよかったですね、あの、これはまあなんですかね、サウンドドライバーじゃなくて、あれサウンドドライバードライバーじゃないサウンドドライバーじゃない、今サウンドドライバーの話聞いちゃったから、なんて言えばいいんだろう、インターフェース、サウンドインターフェースでいいのかな、ほうほうほう、あの楽器ですか、そうですね、インターフェースですね、あの PC、まあ、Mac 専用なんですけど、 Mac 専用のサウンドのインターフェースで、はい、ファイアーワイヤーでつなげて、まあ、音が出るっていうものなんですけれども、はいはい、すごいマニアックな話しますよ、なんでかっていうと、さっき小城さんと崎本さんがなんかマニアックな話してて、みんなからチヤホヤされてたんですよ悔しいから僕はマニアックな話しますけどアポジーっていうのはね、これ非常にこう、まあ、プロ系の有名な、ね、会社さんで、このアポジーのものをね、そのスタジオとかにあるんです、プロのスタジオとかに超高いものばっかり、あの、なんていうかな、レートコンバーターとかね、これ何年ぐらいに出たんですか、これはね、いつだろう、ちょっと前ですね、でもこれ何がいいかっていうね、この、まあ、ちょっと調べていただければ、ね、興味ある人は分かるんですけど、このつまみが1個だけポツンってあるんですよね、そのね、つまみのトルク感が最高なんです、トルク感そここれがいい、そこあの、ね、音がいいって言ってる方いらっしゃるんですけど、僕ね、耳があんまり良くないんで音の良さ分かんないでも、ね、そのつまみ感が良くて、要はこうやってほら、仕事をしてて高級感があるって、そうそうそう、そうなんです、高級感のあるトルクなんです、で音こうやって聞いてると、うん、パッて音をちっちゃくしたりとか、ちょっとツツって大きくしたい時があるんですけど、その時にその触るね、触れるアルミの削り出しなんですよ、ああかっこいいですね、これね、触ってパッてやる時のその気持ちよさ、官能的なね、ああなるほどね、感じがたまらなくいいんで、これは僕は本当にお宝ですね、だから今ちょっとうちのね、あの岡宮社長と考えてるのは、そういう、まあこれはあのインターフェースなんで、USB のコントローラーで、そういう本当に気持ちのいい、ああもうなんかつまみ、気持ちのいい回り方、気持ちのいい回り方のつまみをなんか本当作りたいなって、ミディの、ね、本気で楽器とかも高級感あるやつとか違いますからね、でもなかなかね、あのコントローラーも出てるんですよ、 USB のコントローラーってすごいたくさん、だけどそのやっぱりお金がかかっちゃうんで、つまみのを重くしたとか、なんかこう気持ちよくするとかいかないんです、
だけど例えばね、すごいこのつまみに対してそこまで でもねプロヘッドとかあのムーブとかのつまみってねすごい気持ちいいねトルク感があるんですよ。でもそれだからあのプロヘッドとかムーブで音がいいってよく言うじゃないですか。それ高いアナログ申請、はい、それねそのなんかもまあ元々のその回路の話とかもあるんですけど僕はそれと同じぐらいにあの気持ちのいいつまみの良さつまみが官能的だからいいところに止まるみたいな、あそれでいい音になるみたいなねところは絶対あると思うんで、いいこと言ってるでしょ俺今ね言ってますよ今ねだからそれで、ね、本当にデチューンでば、そ、ちょっとそっちもねちょっとやりたい大事です ね、 ねっていう、ね、もう意見も皆さんから来てますよ ね、 すよねあの本気で今ちょっとね社長は本気で今交渉中なんで、はいはいはい、ね、ちょっとお楽しみという感じで、ね、アポジーのデュエットでございます。じゃあこれ皆さんにもおすすめということらしいですかね。ちょっとまあインターフェースとしては高いんですけれども高いだけのあのことはあると。ただ音がいいって皆さん言うんですけど繰り返しになりますが僕はよく分かりません耳が悪いのは問題って言われてますけどねいやいいんですよ、じゃあ、はい、ついに1位いきますよ、まあ、これはまあ、はい、じゃあまあこれはねコルグの MS10 っていうこれはまあその私がですねコルグの DS10 そしてまあ M01 っていうね、まあ、作ってますけどその DS10 の元になった元になったシンセサイザーアナログのシンセサイザーで当時から持ってるんですか。これそうなんです、あの僕が中学生の時にもうあの 今や亡き、亡きでいいんですよね、渋谷のヤマハさん、あないですね、で、中古でね、買った、シンセがこちらの、ね、コルグ MS10 だから要はその中学生の時僕買ったシンセを30年もっと30年ぐらいか買ってあの DS 入れたっていうね、そもそもいい話でしょテクノ少年っていうことで、テクノ少年っていうかね、いやもう本当に YM が好きで、シンセサイザーっていうものがあるって言って話聞いて、それで早速これをいきなりすごいね、いまだに覚えてます。あの渋谷のヤマハっていうのは、まあ、今ないんですけれどもあの、ね、坂の上の方にあってね、ありました、でそこからこれを、まあ、なんだこれ中古だったからなんだかその辺のなんかすごい黒いでかいなんか、形なんですよね、なんか鉄板がこう鉄板が出ててこういうね、まあ、形になってて、でそれをなんか本当にあり合わせの段ボールに詰めてもらって、それをこうやって、まあ、車なんて当然ないですから、こうやって持って帰ってったんですよ電車乗って、ね、電車乗ってすっごい嬉しかったの覚えてますね。でそこからもうずっと、もうピーが言わせてる中学生、で、まあ、まさに中二病ですよねであのもう親から本当にお前いい加減しようとでしかもなんかこれモノフォニックシンセっていう単音しか出ないんですよ、1音しか出ないんで、でだけどお前なんでそんな1音しか出ないっていう ね、 うね、壊れたものをその大事なお金で買いやがってって言われて、あでその時にあ僕はその親とはこの僕のお父さんお母さんとはこういう話、ね、音楽的な話はできないんだなっていう風にね、そこで結論付けたというですね、スマホ付きの、でもねこれいい新鮮なんですよ、これ MS10 これでございますね、この3つでいいバランスじゃないですかこれ。まあそうですね、そうだね、これはかなりもういいお宝ですよこれはね、まあ、子供の頃のね夢が今また花開いてるってことですからね、まあ、本当にまあタイムマシンがあったらあの時の自分に言いたいですよね、何を言うこれをあの DS で突っ込むんだよって、まあ、DS で突っ込むまず DS が分かんないですけど DS って何って言われちゃいますけどね、まあそういうわけでございます。はい、じゃあ当時からその音楽はこの辺からもうバリバリにやってた、ね、音楽が好きだったんじゃなくてその音が好きだったんでしょうね、あれ音楽を作るんじゃなくて音を作るのが音に興味があった、音楽に興味があった、他の楽器とかは何かあったんですか。いや例えばねギターとかやってみたんですけれども、あのもう F で挫折っていうね、ものすごい早い段階で挫折してますし、だからもう全然あのもう未だに楽譜とか読めないし弾けないですからね、だからもう今いい時代ですよね、こうやって打ち込めばねちゃんとこう曲になって、まあ、そんなあなたにね、いい話がだんだんこう宣伝にまた戻ってくる、ね、いやじゃあ何打ち込むって何っていう人にね、ねお手元に DS あるでしょ、ね、そういうねこう少年の心を持った人からこうできると、そうです、そのもういつまでも僕は少年の心を忘れない佐野伝次がですねピーターパンが作ったこちらのソフト、よろしければぜひとこのお酒の力なのか何なのかもうねよりこう下がうまく回ってる状態なんですけども、ね、いい感じでございますよ、ね、そういうことでね、うん、もう、はい、かなり絶好調の佐野さんなんですけども、はい、いよいよこの番組の、ね、終わり時間がだんだん近づいてきてるんですけども、終わっちゃうんですねこの番組だって惜しい話なんですけどもね、でももう、ま、もっともっとお話を聞いていたいんですけども、はい、あのこれ見てる人にさらにこう、うん、なんでしょうね、アピールであるとか、うん、
言い忘れたこと、ここでもね、本当にさっきの話じゃないですけど、これからどんな展開とか、まあ、もちろん新商品云々の話は当然、まあ、会社なんでしてるんですけど、それと同じぐらいな、こう、まあ、リソースというかパワーで、その、まあ、本当にね、このコルグ M01 で、作曲を全く知らないけど興味のある人に伝えるのは、さっき言ったその塾みたいな、やりたいんです。でそれは塾もやるし、今ちょっと、まあ、とあるですね、こうカルチャースクールってあるでしょ。例えばほら、あの公民館みたいなやつ、公民館っていうかですね、あの企業さんとかでやってるんですけれども、はいはいはい、あの基本的に例えば定年を迎えた人とかがこう、なんかこう習い事をしたいと、趣味で習い事、そうそうそういうコースがブワーってある、あります、ね、それカルチャースクールあるんですけど、そこと、まあ、一つのカルチャースクールさんとお話しして、M01 で作曲講座みたいなね、なんかいけないかなって言って今お話ししてるんですよ。なるほど、みんなでこう DS 持って、そうですそうです、で やるっていうね、うん、で作曲って一体何やっていいか分かんないっていう人に、とっかかりとしては、ね、うん、そんなにお金が、ね、かからないんで PC で、ね、曲作るっていうと結構、ね、お金かかるか、もしくはフリーウェアでやろうとすると結構大変じゃないですか、ね、音が出るまで大変みたいな、最初がやっぱり、そう大変なんです、高いんですよ、敷居がね、そうですよ、だからそこだけ乗り越えちゃえばもうあとは、だから僕はもう悠々自適な、ね、段階の世代にもうガンガンこの M01 を、あのなんとか、ね、広めていきたい、ね、こう伝授していきたいみたいなのが、ね、なんかあるわけですね、でまあ、プラスそういう、 こうカルチャースクールさんって今、あのお子さんのね、子供さん の習い事も、あの同じぐらいのパワーでやってるらしくて、音楽教室みたいな、そう、そこでもあのやっていきたいなというふうに思ってるんですよね。まあ、ゆくゆくはそうやってもう教えてても、まあ、全国佐野先生が行くみたいな、ね、全国に、佐野先生が子供に教えてくれますよ。行っちゃもう現場現場のいいお酒を飲むっていうね、いうのをやっていきたいなと。それは先生としてどう、ね、いやーそんな感じでございますね。いい話と、まあ、あのそれともちろん新商品だからの NGGP どうしようあれ、ね、あの詳しいことはこちらで、ね、詳しいことはね、こちらでチューンっていうのはこういう綴りなんですよ。そうです、こちらのホームページまでね。ちなみにこれね、あの私知り合いの海外の人に聞いたらね、デチューンって言ったら全然これじゃねえって言われて発音はね、D チューンらしいんですよ。ははでもね、でそうやって聞いて、俺違うね、知り合いに、その海外の方に、うちの会社の名前は D チューンって言うんだって言ったら、 D にチューンっていう E が抜けてましたよ。じゃあどうやって発音すればいいんだって話ですまあまあこういうね、まあでも日本語はいいでしょデチューンですから ね、ね、こちらの方でこうよろしくお願いいたします。いろんな、はい、記事がね載ってたりするページですから、ね、FM 音源言ったけど、例えば FM 音源 の DS10 じゃないですけど、そういうの作ったらみんな、皆さん買ってくれるんですか。それは僕はもう相当それは食いつきます、ね、そこにそのほら今まで の FM 音源、例えばですよ、まあ、今全然、まあ、その DX7 からもっとそう違うやつとか、でその FM 音源で有名なゲーム音楽家の方に曲を書き下ろしてもらうデモ曲が入ってる、ごめんなさい、今本当に思いつきだけで言ってますから、これみんながもうどんどんこれをね、基本的な発言じゃないですよ、僕の思いつきで、それどんどん広めたらもうこれあの既成事実として、それを買ってくれるんですか。でもそれはプラットフォーム何がいいですかDS? DS かな、違う、 iPhone とか iPad とか、あーそうね、違う、どれなんだろう。だから FM 音源が好きだって言ってる人って何のプラットフォームでねやったらいいんでしょうか。でも DS もありですよね、これね。ありですか、でもね、DS FM 音源って結構ね大変かもしれないですよね、いろいろこう内部的なことを考えると、ね、あ、なるほどね、まあまあでもね、そういう FM もやりたいんですよね。だから自分が苦手だった分、ちょっとこう、まあ、なんでしょう、リベンジじゃないですけど、はいはいはい、ちょっとね、FM のはね、ちょっとやってみたいなっていうのは、まあ、思ってますけども、まあ、あのもし何かあのお知り合いで FM に強い方が ねいらっしゃいましたら、ぜひ、YouTube の方までご連絡という感じでございます。ね、はい、わかりました。はい、さあ、そういうことでね、ここで一旦、はい、放送局からのお知らせを入れたいと思いますよ。はい、放送局からのお知らせ、次回の放送ですけども、次回の放送は、2011年の2月19日の土曜日の夜8時からお送りする予定です。でゲストまだ未定ですけども、また、誰かお迎えしてお送りしなかったら僕が来ますよ、また素晴らしいですよあの自転車で来ますんでね、ね、今日自転車で来てるとすごい遠くからよく来てるなっていう、ね、自転車であの来てる佐野さんも見ているこちらの番組で、ね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そして、はい、もう一回おさらいでプレゼントですけども、プレゼントコーナー、こちらの URL の方まで、最後にもう一回だけ言っておきますよこの世界中の迷宮3コースか、はいはい、崎本さんの、ねファイナルファンタジータクティクスコース、 そして小城さんのベストコレクションコース、
そしてえ普通に言いましょう M015 あれあれ、ね、この4つから、ね、はい、皆さんぜひともね応募していただきたいなと思います、はい、うん、さあそういうことで、うん、いよいよこの番組最後に差し掛かってしまいましたけども、はい、最後にこの番組ではですねゲストの方に、うん、まだ今まで言っていなかった野望や将来の大きな夢をですね爆弾発言してもらうというですね、爆弾発言なんだろう、こう近いこう夢みたいなのはさっきのこう軽、はいはいはい、あ遠い夢、遠い夢です、もう野望としてこんなことを最終的には僕はしますね、僕ね紅白歌合戦出たいんですよね何で 誰に連絡したいんですかね、こうアットマーク紅白に連絡したいんですか出たいそれ何出てるの、いやいややっぱね、なんでしょう、これほらね、まあ、ねでもあの笹生さん出てましたよね、え紅白にあのかトルパーの格好して、あすごいですねあの人、ああいう格たちではなく違います、もう、ドーンと紹介されてる、全然違います、後ろで踊ってるだけとかではなく、いやもしくはその M01 もしくは自分が担当した製品が紅白に出るでもいいです、じゃあそれなんでかって紅白にそんなやつ違うんですよ、なんでかっていうと例えばねこの番組を見てるような人はもう完全にこうネットとか得意な人なんですよ、これが見れてるってこと自体でも、あなるほど、でもねここに普通な人が見るところに行かない人がたくさんいるんで、そういう人に自分の作ったものを広めたいんです、あなるほどね、だからなんかねものすごいこの、ね、谷があるんですよ、あネットを普通に使ってる人と全く使ってない人が、あなるほど、ね、でも全く使ってない人が当然多いんです、あそうです、そこに行くため の, そ れ, は、ね、以外のね、そう、それは何かなって思ったら、うん、紅白歌合戦かな急にすごいとこ来ますね、紅白歌合戦出たいですね、 でかいですねそれ、いやいやそれはねでも大きな野望としてね、そうです、あのもうなかったらそのゲームミュージック作ってる人たちがドーンとこう出ていくとかで、それはやらしくないですか、なんか あれそれだとダメ、ゲームミュージックコーナーみたいな感じでしょ、あでもそれでもいいのか、でもそうしたら俺呼んでくれないでしょ NHK、ね、違う方行っちゃいますよね、前の FM の企画みたいなね、僕は聞いてましたよあれ一つもなりませんでしたね僕ね、ゲームミュージック特集一つもなってませんよねいいですよでもいいです、それでね、はい、佐渡さんもうなんか自転車で飲酒運転とかいろいろ言われてます。もちろん、いやいや帰りはあれで代行ですよ皆さん。あらららですか、もう当たり前です。ね、あと題名のない音楽会って言われてますね。ああいいですね。ねこうやってあ拍手しながら出てくるって、あ題名のない音楽会いいですね。いいです。出たい出たい。何でも出たい。あねね。そうNGP で出してくださいっていうの来てますね。マジですか、うん、NGP だったらもう全然余裕で、あれでもさ 裏がこういけるじゃない、裏の背面の、ね、あそこに今ちょっとマニアックな話なんですけど、カオスパッドっていうね、あのモードがあって、あれは最初はちょっとね面白いなと思って、あなるほどね、やってる側こう自由にいじってると曲がどんどん変わっていくみたいな、で なんかおかしいじゃん、エロいでしょこうやってなんていうの、ね、これで DSS 説明したらまずいかってあそうね、だからあれはねちょっとでもあれはちょっとやってる姿がかっこいいかもしれないですけど、ね、あとはその NGP ってそのほら、なんかまあソフトごとに SNS みたいなこうね、ところあのチャンネルがあって、でそこでこうやり取りできる、あそこもすごい興味あるんですよね、だからそれでそこをこうなんていうかなハブにして、あの曲を作ったり、ね、音を作ったりのやり取りがつながれるっていうのはまた大きな、そういう意味じゃやりたいですよね、すごい、もうこれを見てる、ね、SC の方もうぜひとも、もうこれでもお金貸してもらえますかねお金かかるんでしょ GP の開発って、いやよく僕分かんないで言ってるんですけどね開発機貸してくれてもいいです貸してくれてもいいですって言わないですけど、ぜひともデチューンの方までそちらもねいやでも本当にちょっと分かりました、じゃあ皆さんのご意見をね、参考にして、これからもでございます、はい、どんどん羽ばたいていくということで、ありがとうございます、ね、今日はもう時間を大幅に過ぎてですねごめんなさい、いやいやいやもうね最後まで、はい、でもね皆さん見てくださってありがとうございました、ね、プレゼントもいろいろ応募ありがとうございます、はい、ね、これからもまだ1週間ありますから、はい、ぜひ応募してください、ね、ということで、次回の放送を楽しみに、はい、してください、はい、それじゃあ次回までさよなら、いやこれは今日もすごい良かったです。